先ほど東京高裁が、はい、2010年の小選挙に関して違憲判決がありましたが、はい、その結果として憲法違反ということでありますので、立法府の一員として厳粛に受け止めなければならないと思います。これまでの判例の流れから見れば、予想されたものでありました。この今の区割りが違憲状態にあり、また合理的期間内に是正をしなかったということで憲法違反とされているわけであります。また一方で、我々は緊急避難的に、緊急是正法といいますか、ゼロ増5減の改正案を成立させて、今その結果を出す作業に取り組んでいるわけです。この点も判決では一定程度考慮された上で、選挙の無効を回避したという結果だと受け止めております。いずれにしても、この緊急是正法はそれはそれとして手続きを完結させなければならないと思います。しかし、もっと根本的に我々は定数削減を含めて抜本的な見直しをやろうという合意を3党で交わして、それに取り組んでいるところでありますから、その結果を出していく、立法府として合意を作り上げていくということが極めて重要だと思います。3党で合意して今後進められているということですが、はい、今回の判決がその協議にどのような影響を与えるかこれは現行の区割りについての厳しい判断が出たというものでありますから、理想形について判決が言及しているわけではありません。我々はその緊急是正に甘んずることなく、抜本的な見直しをやろうということですから、真摯に努力をしたいと思います。代表、はい、判決の中ではですね、はい、年11月16日の解散までに、はい、その時間があったのに立法府がそのできなかったと、はい、いうところも指摘されているわけですけれども、はい、そこに対して その政治の責任ですね、はい、これはどのように考えますか。これは極めて我々は重く受け止めなければならないと思います。早くからこの選挙制度の是正について議論をしようということでスタートしたにもかかわらずですね、その作業がなかなか進まなかったという点は、どの党がとか議員の誰がとかということではなくて、やはり立法府全体の責任だと思います。しかしまた当時の状況を振り返ってみれば、やはり国益に鑑みて、解散総選挙をやる、そして新しい民意を得た政権がこの国難に対処する必要があると、こういう大きな政治判断を行ったことも事実であります。その過程で緊急是正法を成立させて、さらにもっとそれを上回る定数削減を含む抜本的見直しということを合意したわけですから、こうした大きな意味での合意に基づく前進を図るべきだと思っております。はい、関連してですね、はい、各都道府県に1議席ずつ割り当てる1人別は公式議席なんですけれども、はい、これはかつて最高裁が違憲状態と判断したこともあり、はい、民主党などにはですね、この見直しを求める声が出ていますけれども、公明党としてはですね、1人別は公式見直しですけど、どのようなお考えでしょうか。これも最高裁からこの方式を取る限り、制約が強く、是正は図れないと、こういう厳しい指摘があったわけですから、緊急是正法を作る中で、この一人別枠制度、これを削除したわけですね。ですからもうすでにこの一人別枠を維持するという考え方は今の立法府の構成にはないということで、抜本改革に進むべきだと、このように思います。確認なんですけれども、はい、そうすると今は事実上一人別枠方式の選挙区割りが残ったというものだと思うんですが、事実上それは事実上の評価の問題でありまして、一人別枠は廃止するということで規定も取り除いたわけですね。そして全国的な区割りの状況を点検しながら今区割りの作業を行おうとしているわけですね。そういう点で今の審議会の区割り作業に委ねられていると思います。しかし我々がもっとその制度の抜本的な見直しをやろうということは、そうしたものを超えた、さらにその先を目指す、そういう基本的な姿勢であると
我々は認識をしております。その基本的姿勢というのはやっぱり最高裁で人口比例をあの20字で配慮していくということを、まあ、投票価値の平等を実現をするということ、これは憲法上の要請だというふうに思います。はい、ありがとうございます。